おかえり。君か、おかえり。帰りなさい。市街地にシャドウの反応だ。さっき山岸が偶然見つけた。え、なんで？満月ってまだのはずじゃん。違うの。反応はごく普通のシャドウだから。でもシャドウは普通、タルタロスの外ではこんな風に暴れないんですが。場所は長崎神社の参道前のあたりだ。近くにいた秋彦が先に行ってる。あいつ一人で十分だと思うが、念のため準備してくれ。了解っす。はい、こちら山岸です。今現場にいる。
悪いがすぐ来てくれ。どうした？苦戦してるのか？いや、シャドウが傾いた。というより、傾いてたと言った方が正確だな。何があった？俺の代わりに怪我した奴がいるんだ。できれば助けたい。代わりって、どういうこと？俺に聞くなよ。とにかく行くぞ。有名な犬で、てかすぐ手当てしないと。とにかく止血と消毒だな。まったく大したやつだ。何しろ犬がシャドウに立ち向かって、しかも倒したんだからな。え、待てよ。それってつまりこの犬頃ペルソナ使いってこと？守ったと言っています。ここは安息の場所だそうです。あそこに花束が。あの花束、しかして、神主さんが亡くなった事故の。本当に守ってたんだ。つか、アイギス、お前、犬語翻訳機能付き？犬に言語はないであります。でも、言語だけが意思伝達じゃないであります。とんだ変わり種もいたもんだ。まったくですね。お前もだっつの！よし。理事長に報告して、作戦は終了だ。あとは獣医の手配か。夜中だが、まあなんとかしよう。頑張ったね、お前。犬にしとくのもったいないよ。それにしても、君の周りもだいぶ賑やかになってきたよね。どう？仲間のみんなとはうまくやれてる？そう。なら安心だね。あと一週間で次の満月だよ。準備はできてるかい？って、最近はあんまり心配してないけどね。でも、気をつけて。
また会いに来るよ。